まして、神谷博士です。ガショーン小野大輔です。それでは2011年最初のゲストに登場していただきましょう。DGS 響き寺イケメン司令官役の遊佐浩二さんです。ガショーン、やったね、来た乗っかってきた。遊佐浩二です、よろしくお願いします。ゆったり空気読めすぎ。寺イケメン司令官っていうやつをやっています。やっほー、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、なんか久しぶりなんですって。すごい久しぶりですよ、ドラマ CD を撮る前ですから。そうなんだっけ。2008年、寺イケメン司令官っていうのをやってますっていうのは初めてなんだよ、この番組で。あ、今までこっそり演じてたから。こっそり演じてたっていうか、みんな知らなかったと思うけど、今初めて明かすよ。ぼんやり思い出してきましたけど、なんかまだ決まる前でユッチーを呼んで、ユサさんをお呼びして、寺イケメン司令官役をやってもらおうぜみたいな、そういうノリだったんですよね。そんなノリだったかね。うん、うんって言わせようぜ。それよりなんかね、ストーリーを考えてみたいなコーナーをずっとやらされた覚えはあるよ。そんなありましたっけ。あったあった、コーナーやってた時期だ。そうそうそう。今そのコーナーないの。いや、ありますあります。あります。本当にあるんだろうな、心の中には。ないんじゃないか。ある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 。あ、そうか。じゃあ本当に寺イケメン司令官役の遊佐浩二さんですっていうふうにご紹介させていただくのはこの番組初ってことか。初めてですよ。うわー、ようこそお越しくださいまして。本当にありがとうございます。本当ですよ。何かあるんじゃないのか。僕を呼んだってことは何かあるんじゃないのか。まあ、なんかあるかないか。ちょっと疑心暗鬼になってるから。僕が自由になるだけです。何？君が本能を解き放つ。安心、本当安心。本当？いてくれたら大丈夫？小野君はね、今日はあのスタジオに入ってきまして、打ち合わせやってる時、あ、遊佐さんゲストに来てくれたんだ。じゃあ俺何も考えなくていいや。なんだそれ。言いましたからね。でしょ？パーソナリティでしょ君。パーソナリティですよ。うん。あの。ほら。お前また着地点の見えない。着地点なんかないですよいつも。今オウム返しして終わりだったじゃないですか。ね、小野君最近ね、こうひどくなってきたんですよ。何それは考えなくなったのか、老いなのか、どっちなの？これはね、考えなくなったんですよ。あ、考えなくなった。僕ね、原因最近分かったんです。やっと。どうして？もう一人の大輔ことですね。はい。坂口大輔と最近よくいることが多いらしいんですよ。あいつからダメな影響をものすごく受けてる。ああ、大輔だけにちょっと影響を受けやすい体質なんだね。はい、本当に大好き。大丈夫？それ着地点が見えてる？大好き。え？着地点見えてる？それは大丈夫？もうね、うん、ほぼ同一人物なんです。同じボケするんですもんね。大ちゃんのね、悪いところをね、受けてるなっていうのこの前やっと分かったんですよ。なるほどね。2人でぼんやなんかいるところ に、うん、ここに遭遇しまして、スタジオ、まあ、あの僕と小野君は一緒に仕事したんですけど、うん、隣のスタジオに坂口大輔がいて、うん、でも混ぜるな危険ですよ完全に、うん、もう終わりのないダメな会話をしていた。まあ両方に突っ込んでいくっていう。はい、お前ありましたね。でお前のせいなのかつって、小野君が最近ダメになったのはつって、おーおー、そんなこと言うなよなるほどね。だからちょっともうそのね、ダメな小野くんをやっぱりもうちょっとユッチーが再教育してくんないと。なるほどね。もうそういうこともあって、今日ちょっと頑張って小野くんを教育するが、はい、君も先輩を教育しろ。そうですね。その通りだぞ。まさにその通りなんですけど、最近あいつにあんまり合わないんで、どんどんあいつがダメになっていくのを僕は旗で見てるしかないんですけれども、ね、俺を教育しろ。はい、みんなで褒めないと。2010年はですね、 DJ 響きのドラマ CD 第2弾が発売されまして、うん、まあ遊佐さんも当然ねそこに出演していただいたんでございますけれども、はい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 、はい、寺イケメン司令官役ってどうですか？どうですか？漠然とした今更なんすごく今更感はあるんですけど、割と前回登場してから、はい、本当にドラマ CD を演じることになり、はい、ゲームでも出演して、ね、うん、そしてドラマ CD 第2弾も出て、はい、随分やりましたけどね。結構やりましたよね。今頃聞かれると思わなかったね。だって聞く機会なかったんだ。僕てっきり聞いてたと思って、ね、なんか遊佐さんがゲストに来てくれるっていう風に言われても、うん、ああそうなんだ、また来てくれるんだぐらいで思ってたんだけど、うん、時間は空いてたんですよね前からね。空いてた空いてた。そんな感覚は全然ないんですよ。ファミリーですもんね。全然ファミリーじゃないよ。そこだけは強く否定するんだよな。なんかあれじゃないですか。何が？向こうのラジオで言ってたそうじゃないですか。あ、僕のラジオでね、はい、あのモバイル文化放送で絶賛放送中の中岡優作王子で、はい、僕はもうディアガールファミリーじゃない。またまた。なぜならレギュラーじゃないから。おお、でも僕1回しかラジオ出てないんですよ。いやいや、今日出てるからもうレギュラーです。2回だよ。まあでもね、あのドラマ CD だったりとかも両方出ていただきましたし、うん、はいはい、まあ、ゲームもね、あのすごく音声いっぱい撮ってくれたじゃないですか、はいはいはい、それとシステムボイスとかも撮ってくれたから、うんうんうん、まあユッチーの声でこうゲームをプレイすることも可能なわけですよ。なるほどね。いや、でもね、
いろいろ大変は大変でしたね、うん、でもモデルとなってる方がいらっしゃるわけじゃないですか、まあ、目の前にいます、ね、目の前にいるじゃないですか、こいつですこいつです、はい、はい、まあその方のイメージを崩すことな、はあ、まあ崩すっていうかね、もう描かれてるものがもうあれだから、はあ、だってもう原作者指名なんですよ、ね、俺の声ゆさこうじがなんで言ったら売れそうだから出るとこは出なきゃいけないけど、やっぱこうたまにこう細かい芝居を要求されるわけですよあんなキャラなのにはちゃめちゃをやっていればいいだけではなくて、たまにいいこと言いやがるわけですよ。そうなんですよね。その辺がね、意外と細かい芝居要求してくんだっていうところが、あれね、ぶっちゃけね、一番美味しい役なんですあれ。いやそれはもうだって企画出してる人がそう本人だから本人だから自分の理由、全然ここでは言えないけど、寺イケメン司令官の設定ってめっちゃ美味しいんですよ。なるほどね。その割には僕あまり美味しい思いをしてないのね。あそうですか。あのね、第2弾でもワイトコーンなんでボイスパーカッション的なことをずいぶん長尺長い尺を取らされたわけですよ。今後ねちょっとねいい思いをねさしてあげなきゃいかんなという思いはあるわけですよ。そこでですよ、4月23日土曜日17時からパシフィコ横浜で行うディアガールストーリーズ4ラバーズオンリーにも出演が決定しとるわけじゃないですか。いやそれは美味しいのかい。美味しいです。ありがとうございます。なんか騙されてる気がする。騙されてないです。これみんなの前でちょっと恥ずかしい思いをするっていうわけじゃないのかな。それはまだ内容決まってないですよ。大丈夫です。キラキラです。キラキラ。だってここだけの話だって、はい、アニメのミックスさんの方でも僕着ボイスとかやらせていただいてますけど、はいはい、そのね、寺イケメン司令官のモデルとなった構成作家の諏訪さんと同じセリフを喋ってたりするわけですよ。で諏訪さんが先に撮ってるわけですよ。で僕がちょっと待って、はい、構成諏訪は何着ボイスで配信してんの。昔やったの。何やってんのここでやったじゃん。やったわけ。そんなことあったっけ。でそのセリフを僕にも言ってくださいと言うわけです、はあ、失礼な話ですよね。やったわけですよ、うん、それから諏訪さんそういう言い方しなかったんだ。諏訪さん合わせっていうね。あれ非常に緊張する役。構成諏訪もさ、この前ちゃんとさ、お礼とか言ってみたらいいじゃない。ありがとうの前にまずごめんなさいっていうことなんで、そっちが大きいんだ。そうないから、ごめんなさいの方が。いや面白いからその通りやりましたいうふうにやらせていただきましたけど、まあでもゆささんがね来てくださるということはですよ、まあ沖合さんと夜長っぱも出演しますんで、当然ディアガールストーリーズ響きの何かをやらざるを得ないわけじゃないですか。それをやるためにお呼びしてるわけです。なるほどね。ちょっと待ってください。なんすか。やらざるを得ないわけじゃないですかって、やらないつもりだったの。やらないっていう選択肢ありなの。何のイベントなのか、まあ、フォーラバーズオンリーっていうことなので、この4っていうのが数字の4なんですよ、うん、つまり4つの要素で構成されてるんですね。なるほど。1つはラジオ、でもう1つは、映像、まあ、ディアガールストーリーズはムービーなんていうのもねありますから、映像もあるわけですよ、うんうん、でもう1つはオープンエンドを我々歌わせていただいてるんで、そのライブだったりとか、でもう1つがそのディアガールストーリーズ響きのドラマパートっていうことで、この4つの要素なんですよ、うん、そういう意味なんだ。そうなんです。そうなんです。なんとなく心がいいから4ってつけたんじゃないの。 4年っていうのもかかってますし、そういうことなんです。そう、これ出演する人数が4人って数え間違ったわけではないです。そうですね。なんとなく強引に4ってつけたわけではなく、まあでもいわゆる出演者としては僕と小野くんと沖合さんとカッパなので、一応4人ではあるんですけど、まあゆささんある意味特別枠なのでちょっと待ってください。僕は何なのじゃあ。だってもうディアガール、ね、ファミリーじゃないっていうふうにおっしゃってるし、まあ、確かにファミリーではない、なのでまあ一応ね特別枠ということで来ていただいて、まあ何をねやっていただけるのかっていうのもね、このメガネが考えるんだと思うんですけど。なるほどね。ちなみに今何考えてんの。書き下ろす。書き下ろし。固まってから読んで。何も決まってない。今ここで打ち合わせするのやめて。大丈夫。大丈夫です。でもあれでしょ、メガネってやっぱマストじゃないですか。メガネのっていうかパピオンマスクみたいな、パピオンマスクみたいなのを着てるユサさんが見れるってことじゃないですかこれ。コスプレするかどうかわかんないけど、じゃないじゃないの。君たち声優っていう職業やってるよね。僕らと一緒に。僕らでもね、つなぎとか着てたりするんです。それはもう君だって普段着がつなぎじゃないか。そうなんですよね。ネタもねッチのむしゃべり来たりよくね、ほんとね、いつもつなぎ、トイレでいつも脱いでるよね。そうそう、もう脱げない。つなぎの下何も着てないから。
一回全裸になるか、つなぎ着てるか、どっちかですもんね、確かに。何なんだろう、オノグルスの全裸に対するさ、何その執着が何なんだろう、ね。強い憧れは何なの、あれですよね。最近気づいたんですけど、全裸って面白い。全裸は面白いっていうことにね。おそうなのかな。ちょっとイベントで全裸を披露するかどうか分かりませんけれども、ね、ゆずさんにですね、ぜひ来ていただきまして、はい、まあ、盛り上げていただければと思いますので、ぜひぜひ4月23日土曜日、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。頑張ります。はい。